葛飾川は千葉県船橋市を流れる普通河川である。船橋市上野山町一丁目の上山公園に源を発し南東へ流れる。古作四丁目付近で南西方向に流れを変え、道路脇を流れる。上流部は柵で囲まれており、稼働には漁が渡され、さらに上流部では木が生い茂って稼働を被っているため、 外見も目立たず水面の様子はほとんど確認できない。下水道整備が進んだ現在は水が枯れている。古作山頂目付近により大部分が暗居になり、マンション等の合間を進んでいく。船橋市立葛飾小学校、船橋市立葛飾中学校の校庭西脇を過ぎると京成本線京成西線駅近くを越える。この付近でわずかに地上に出る様子も見られる。 勝又公園を過ぎると、公園南西より道路の地下を進むが、ここより道路の舗装の違いから稼働が確認できる。総武本線を越え、比枝神社より南西の道へと進み、市川市との市境で二股川に合流する。かつては、旧大川、新川などと呼ばれ、河川幅も広く船など多くの魚が生息していた。 江戸時代には古作まで船が乗り入れていたという記録もあり、船が沈んだと言われている古作の一本松のような場所も存在する。葛飾川の稼働は合流式の公共下水道事業に利用されており、地下水位も高いことから防災機能を活かすことも検討されている。葛飾一号幹線下水道の整備が完了する2006年度までは下流部の浸水被害対策として、 現在の小作4丁目に小作町調整地があった。調整地保全の陳情も出されたが、河川改修内し月水道整備の完了までの間、暫定設置されたものであり土地区画整理事業の進展とともに姿を消した。また葛飾川の上部利用についても様々な検討がなされている。葛飾川の西側には中山競馬場から京成西線駅。 西船橋駅へと抜ける指導を03から041号線があるが、この道はさらに西側の千葉県道180号、松戸原木線や、あるいは東側の指導葛飾院内線の混雑時の抜け道である。だが、葛飾省や葛飾中、西船保育園などが沿道にあるため児童が多く利用する道であり、福音の狭さが安全上問題視されている。 そのため代わりの通行路として葛飾川上部を歩行者、専用道路とする整備計画が進められている。一方で、葛飾川せせらぎの会と称する NPO 団体が存在し、川の上部利用を検討する場で川を清流とするべきだという一方的な主張をし、教育委員会を後ろ盾に、近隣小学校にまで入会案内のチラシを配り歩く、非常識な振る舞いが、 地域住民に品宿を買う様子も見受けられている。ありがとうございます。